皆さんこんばんは。沖縄カフェのヘルシーレシピです。今日は黒糖蒸しパンを作っていきたいと思います。今日の、ミルクはアーモンドミルクですね。豆乳でも牛乳でも何でも大丈夫です。お好きなミルクを使ってください。ちなみに今日の蒸しパンはグルテンフリーでビーガンのレシピになります。で、コクを出したいので黒糖を使います。黒糖お持ちでなければきび糖でも何でもラカントでも大丈夫ですよ。お好きな甘味料を入れてください。すいません、私の手が邪魔ですね。はい、黒糖入りました。黒糖とミルクがよく一体化するまでミキサーか何かでかき混ぜてください。なければ泡立て器でも大丈夫です。はい、そうしましたら菜種油を加えます。またよくかき混ぜてください。乳化する感じになるまでかき混ぜるといいと思います。はい、そこに粉類入れていきます。米粉ですね。それからベーキングパウダーが入ります。はい、これで材料は全部です。よくかき混ぜます。粉っぽさが完全になくなるまでしつこくかき混ぜてください。今回はですね、このシリコンでできた型に、油を敷いて生地を流し入れます。蒸しパンですので、おかずカップの大きめのですとか、ちっちゃめでもね、いいと思いますよ。おかずカップも可愛くできると思います。はい、蒸気が出てる蒸し器に入れまして、18分ですね、蒸していきます。はい、18分後きれいに蒸し上がりました。ちょっと冷ましてから型から外します。はい、こちら材料になります。 This is ingredientHealthy and easy。 割とすぐに冷めてくれたので試食してみました。ですね、小麦で作った、蒸しパンよりもきめが細かい感じでもっちり度合いが、高いというかもちもちしています。蒸したてのほやほやよりも一晩置いて味が馴染んだものの方が美味しかったです。はい、今日もご覧いただきありがとうございました。皆さんどうぞお気をつけてお過ごしください。Thank you for watching. See you.